はい、心の風鍼灸院の大野です。今回はですね、ネットショップに置いているお塩と浄水器を買っていただいた方に、限定してしまうんですけれども、ネットショップに置いているお塩っていうのが、天然のお塩、そして、天日塩、お日様の光だけで、作られたお塩なんですけれども、非加熱のものになります。釜でこう炊いたりとか、熱風でこう乾かして作ったりしているお塩ではなくて、もう本当に完全に、自然の力で、乾燥させて作り上げられているお塩になります。で、そのお塩をですね、このぐらいのね、めちゃくちゃ大きいんですけど、1キロの袋に入っていると思うんですけれども、こちらね、皆さんね、スプーンで取っていただくっていうのも、結構大変だと思うんですけども、もうね、してたらごめんなさいっていう感じなんですけども、こういった、入れ物に私は入れて、で、毎日ですね、お塩を食べています。で、1日どのぐらいの量を取ればいいんですかっていう、ご質問たくさんいただくんですけども、お塩を買っていただいた方には、手書きのチラシに書いているんですけれども、1日 10g から 15g 取っていただけます。で、10g から 15g がどれぐらいなんだっていうのは、このぐらいになります。はい。で、ちょうどさっき測ってみたんですけども、カレースプーンですね。カレースプーンの山盛りぐらいがこれぐらいの量でした。はい。で、普段は私こんな感じの、パカッと開けたらちょっとこう、ね、こう、ブツブツじゃなくて、ちょっとこう、小さいんですけども、穴が開いている入れ物なんですね。こう調味料の入れ物なんですけれども、これをですね、いつも、朝起きたらすぐですね、このぐらいの量を手に入れて、で、サプリメントを飲むみたいな感じで、浄水器のお水、こちらですね。はい、浄水器のお水と一緒に、飲んでいます。で、飲む時のコツなんですけども、もう一気に飲み込んでください、すぐに。口の中で、こう、お塩を味わうと、甘くて美味しいっていう方も、いらっしゃるんですけれども、大抵はしょっぱいと思いますので、毎日のことになってきますので、薬を飲むみたいな感じで飲み込んでいただくのをおすすめします。こんな感じでちょっとやってみますね。はい、こんな感じですぐに水で流し込むっていう感じで、お塩をですね、食べていただければと思います。で、私は毎朝、この感じを、3回連続して、で、食事をするんですけれども、まだお昼とか夜とか、間で何回も繰り返していくと、だいたいこのぐらい取れるかなと思います。で、どうしてもこうやって食べるのが苦手ですっていう方は、料理に入れてください。で、ご飯炊くときにも小さじ1杯ぐらい入れていただいたら、すごく美味しいっていうね、声をたくさんいただいておりますので、料理にもぜひ使ってください。で、あとは、野菜スープとかね、デトックススープ作られている方もいらっしゃるかもしれないんですけども、その時にも私ね、このぐらい入れてます。半分ぐらい入れております。あまり入れすぎると、しょっぱくなって、飲みにくくなるので、何でもかんでも私、もう本当に、おかずでも料理するときにも全部かけてます。で、朝ですね、トーストを食べるときも、パラパラとかけております。ホカッチャみたいな感じでね、ちょっと美味しいですので、ぜひ試してみてください。毎朝、毎日トーストっていうわけではないんですけども、トースト食べるときは、お塩をね、ちょっと振りかけています。で、なんでお塩と水がいいのかって言いますと、この間テレビでも言ってましたよね。減塩減塩って言ってたけど、天然のお塩はどんどん取るべきっていうふうにテレビ番組でもやっていて、やっとこういうね、素晴らしいなんか情報がね、テレビで見れるようになったと思って嬉しいんですけども、こちらのね、ちょっとチラシを私この間いただきまして、なんでね、お塩がいいかというと、私たちの体っていうのがその海水に近い液体が6割ぐらい入ってるんですね。で、これちょっと見にくいかもしれないんですけど、とにかくいっぱいこの元素ね、ミネラルの元素がいっぱい書かれています。で、私たちのこれちょっと読みにくいですね、細胞の中とか血液ですよね。
で、あとこれなんて書いてるのか、あの組織液、まあ、細胞、あの私たちの体の、まあ、リンパの液体みたいな感じですね。で、含まれてるのがやっぱりすごくね、ね、ナトリウムイオンとか、こうね、いっぱい書かれているんで、マグネシウムとかカルシウムとかね、いっぱいカリウムとかリン酸とかね、いっぱい書かれているんですけども、これ、すっごくいっぱいあって、まあ、本当にね、本当にこんないっぱい入ってるのかなっていう感じなんですけども、あの私一回ね病院であのミネラル検査をした時にすごい項目があるんですよね。で、あのそれであのびっくりしたんですけども、あのこのお塩ですね、ネットショップに置いてるお塩っていうのがあのほとんどのこの、 あのカバーするぐらい入っています。で、70種類以上のミネラルが入っていまして、私たちが体の中で作り出せない、ものもミネラルも含まれていて、で特に女性の方はすごく嬉しいんですけども、これね、あの鉄分も入っていますので、貧血気味の人とか、ぜひたくさんお塩を取ってください。で、男性の方でもあの、取っていただいた方がね、この間あの教えてくれたんですけど、偏頭痛があのすぐ収まるようになったりとか、で女性の方はやっぱ月経痛が今月なかったっていうね、なんかすごくあの喜ばしいね報告をいただいたりとか、あとは子宮筋腫をもお持ち で無月経だった方が連続で月経が来ましたとか、もう本当になんか私も聞いててえっていうあの報告をたくさんいただいておりまして、であとアトピーの方とか、あの本当にねマシになってきましたっていうねお声もたくさんいただいております。あと血圧ですね、皆さんやっぱり血圧高い人ってお塩って言われたらあのいいなって思ってもやっぱ怖いじゃないですか。であと腎臓悪い人もあの怖いと思うんですけれども、ただあの医学的にもそのホームページでね、あのお塩っていうのはあの減塩せずにあの食べてください、いいお塩、天然のお塩を食べてくださいってね、あの最先端医療 の、 あのホームページにも書かれているぐらいなの で、あとこの間ローソンで買ったあの健康の雑誌にもあの血糖値と血圧をコントロールするのは天然のお塩って書いてあったんですね。で、またその本をご紹介しますので楽しみにしていてください。ということで、実際食べられて2ヶ月ぐらいみんなで経っているんですけれども、あのうちの患者さんですね、血圧が下がりましたという声がもうすでに3件いただいております。なのであの、まあ、ちょっと怖いかもしれないんですけども、そもそも私たちの体の成分を取るだけのお話なので、あの生鮮油と違って天然のお塩になりますので、あの塩化ナトリウムだけではなく、もうたっぷりと必要なミネラルが含まれているお塩なので、安心して食べていただければと思います。で、本当にちょっとずつでいいよと、改善していくのがちょっとずつでいいっていう方は、まあ、1日 3g ぐらいでもいいと思うんですけども、劇的な変化が欲しいとか、あの本当にすぐ改善していきたいって真剣に悩んでいる方は1日最低 10g 以上を取っていただければと思います。で、30g までは食べていただいてもいいんですけれども、ちょっとそれは取りすぎだと私も思いますので、だいたい1日平均 10g から 15g に抑えていただければと思います。では、またですね、お塩に関して、質問がある方は、またコメント欄でお待ちしております。で、まあ、ネットショップにね置いてありますので、この説明欄にあのリンクしておきますので、よかったら消費税前に、オーダーしていただきますと、いいかなと思っておりますので、オーダーの方もお待ちしております。で、あとリピーターの方ですね、1回ネットショップで買ったよっていう方は、あのメールいただきましたら、お塩あの1袋からでも発送しますので、はい、あの言っていただければと思います。で、初めての方はどうしても私あのこの浄水器と一緒に取っていただきたいんですね。浄水器のお水が本当にあのすごいものになりまして、あの細胞の浸透圧というか細胞に吸収しやすいお水になっておりますので、あのペットのワンちゃんとかね、あの飲ましてあげたら本当に元気になったという声もいただいているぐらいなので、やっぱりその私たちの細胞に吸収しやすい水と一緒に、このお塩を飲んでいただくと、お塩の吸収率も3倍に
アップすると聞いておりますので、ぜひ一緒にまずはセットで撮っていただくっていうのを、徹底しておすすめさせていただきたいと思います。はい、ではですね、長くなりましたが、今回はお塩の量、そして飲み方を、説明させていただきました。はい、では以上になります。ありがとうございます。